ホルンフェルスホルンフェルスは変成岩の一種。熱による変性によって生じる接触変成岩。ドイツ語のホーンとフェルシンから、硬い岩石という意味らしい。ブロンニャールが1827年に初めて使用したと一般に言われているが、ブロンニャール自身によると命名者は、ウェルナーである。山口県萩市の祖サホルンフェルスホルンフェルスは、玄岩の種類により分類される場合と、 ホルンフェルス形成後に特徴的に生成する鉱物種により分類される場合とがある。ホルンフェルスとなる岩石は主に低岩や砂岩などの体積岩である。なお、玄岩が石灰岩の場合には結晶質石灰岩、チャートの場合には軽岩と呼ばれる。ホルンフェルス中に特徴的に見られる鉱物としてスミレー成石、クレナイ中石、軽線石などがある。これらの鉱物は 形成する温度圧力条件が決まっているものが多い。そのため、ホルンフェルス中にどの鉱物が形成しているかにより、そのホルンフェルスを形成した接触編成作用の温度条件を推定することもできる。また、一つのホルンフェルス眼帯中で熱源となったマグマを中心に類体構造が形成されることもある。 1984年、岩手県上平郡宮森村建て、そべの土取り現場から、ホルンフェルス製のチョッピングトゥールが見つかっている。この石材は、北上山地に産出する。石器に使われるホルンフェルスは、より緻密な石質のものである。ありがとうございます。